正宗様にご挨拶をいただきたいと存じます。みんなの党の青年局長の和田正宗でございます。みんなの党を代表して皆様方にご挨拶を申し上げます。皆様、この式典9回も10回も開いているようじゃダメだと私は思います。何としても奪還記念式典、取り戻した記念式典というのを速やかに開けるように行動していかなくてはならない、私は思っております。韓国、先ほど慰安婦問題の話がありましたけれども、凄まじいロビー活動を諸外国において行っております。日本も具体的な行動でロビー活動をしていかなくてはならないというふうに思っております。韓国の声が大きいですとか、日本はもっと大きな声を上げなくてはならない、そうではなく具体的にやっていく。例えばアメリカでは慰安婦像というものがどん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 建てられているわけですけれども、その横にある石碑には20万人が強制的に連行されたなんていうありえないような事実が記載されているわけです。絶対にそういった主張を広めさせてはならない。例えば正しい歴史についての石碑を諸外国に日本人の手で作っていく。さらにはこの竹島の奪還のための石碑を、例えばアメリカであるとかヨーロッパであるとか、我が国の主張を広めるために作っていってもいいというふうに思っております。これは皆様にお約束をして、私は具体的に若手政治家の中で呼びかけていきたいというふうに思っております。こういった事例がございました。参議院の公式派遣でオーストラリアに行った時でございます。オーストラリアの戦争博物館、この第二次世界大戦の展示の入り口のところに、天井から映写をされて旭日旗が入り口の床面に投影されているという事件がありました。これはその入り口に投影されているものを入場者はどんどん踏みつけていくわけです。私は見た時に、なんでこんなありえないことが起きているんだ、そのように思いました。日本の国会議員も何度もそこに行っているそうです。大使館も認識していたそうです。しかし具体的な行動をとっていない。私は1年生の野党議員でございましたけれども、抗議をしてこれは撤回ということになりました。恒久的にもうそういったことはしないということになりました。1年生の野党議員でもそういったことができるということが分かりました。ですから具体的に国会議員一人一人が行動して、この竹島を取り戻すための声を上げるではなく、具体的な行動をとっていかなくてはならない、私はそのように思っております。皆様にお約束しました通り、竹島の奪還に向けて具体的な行動を取るために、明日から若手議員に呼びかけて、そういった運動がさらに強まり、この式典が必ず奪還式典となるように皆様方と共に戦ってまいります。みんなの党を代表しての挨拶でございました。ありがとうございました。